こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。今世界で最もたくさん自動車が売れている国は中国です。2020年の中国での販売台数は約2500万台、アメリカが約1500万台、日本が約470万台だったので、中国の販売台数はダントツと言っていいでしょう。中国での国産自動車の開発は1931年ミンションというトラックから始まりました。乗用車の開発は1958年に第一汽車のドンフォンと高級車ホンチに始まり、海外メーカーの OEM 相手先ブランド製品の製造や合弁によって技術力と品質を高めてきました。高級車ホンチは当時の最高指導者である毛沢東の自力更生路線による国産ブランドとしてスタートしました。2019年には年間生産台数が10万台になり、2020年以降はホンチのラインナップを4シリーズ21車種に拡大、2030年には100万台の突破を目指しています。中国メーカーの日本での展開は2021年2月から始まりました。12月19日には日本初のショールーム、ホンチエクスペリエンスセンターが大阪難波に誕生しました。1号店の場所が大阪になったのは輸入元の会社が関西にあることからとのこと。2022年夏には東京にもホンチショールームがオープンする予定です。販売される車種はセダンの H7、 ミドルサイズ SUV の HS7、 最高級セダンの H9、 そして完全オーダーメイドのフラッグシップモデル L5 が発売されます。主力車種の H9 のパワートレインは2リッター直列4気筒ターボチャージャープラス 48V マイルドハイブリッドと3リッター V 型6気筒スーパーチャージャーの2種類が用意されています。 H9 の価格は2リッターが600万円台から800万円台、3リッターは900万円台から1000万円以上となります。来年には東京にも同様のショールームを展開する予定で、反応を見て名古屋などへの展開も検討されています。このニュースは外国人の間で大きな話題になっていて、多くのコメントでは日本での戦いにかなりの苦戦を強いられるだろうと予想しています。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。自動車生産でトップを走る日本に打って出るなんてとんでもないチャレンジャーですな。日本車の性能と品質に勝つのは相当の難事業だろうな。成功するのは相当厳しいでしょう。なんたって日本人は国産が大好きだからね。率直に言ってこれは無理筋でしょう。お隣の韓国メーカーだってとっくに日本から撤退したからね。同じ鉄を踏むんじゃないかな。日本車に勝てる国なんてないのよ。無理無理。以上。日本人は根が優しいから大概のことは受け止めてくれるけど、こればっかりはなかなか難しいんじゃないかな。日本にはとっくに世界最高品質、世界最高信頼の国産車があるのに、あえて中国車を選ぶかな。かなり厳しいんじゃないの。日本の外国車事情はというと、一番売れている輸入車はメルセデスベンツです。2020年の日本でのメルセデスベンツの販売台数は約5万7000台。2位のフォルクスワーゲンより1万台以上も多く売れていて、6年連続で輸入車ナンバーワンです。2021年も10月までに約4万3000台を販売していて、7年連続ナンバーワンが確実となっています。メルセデス・ベンツがナンバーワンになったのは、実は最近の話です。かつてのメルセデス・ベンツは高級車の象徴で、販売台数もあまり多くありませんでした。1980年代前半の販売数は、年に約5000台と今の10分の1以下でした。当時のナンバーワンはフォルクスワーゲンです。当時のメルセデス・ベンツは大きく立派なものが中心で、値段もとんでもなく高額でした。ラインナップも中型と大型のセダンが中心で、
およそ大衆車にはほど遠く、数が売れるわけはありませんでした。そのメルセデス・ベンツは80年代後半から路線変更し、コンパクトカーに進出しました。その先駆けとなったのは1985年に発売された190シリーズです。トヨタのカローラよりもほんの少し大きいサイズの車でした。1986年には日本法人も設立。日本のバブル景気ともうまく歩調が合い、メルセデス・ベンツの販売が一気に拡大しました。1990年には約3万9000台と1980年の10倍に及ぶ販売台数を記録しました。その後も拡大路線を続け、今日の繁栄につながっています。こうして見るとホンチーはメルセデス・ベンツの販売拡大の歴史や経験とは違った道を選んでいるように見えます。この投稿にはさらに多くのコメントが寄せられていました。日本には優れた国産車があるのに中国車を買わないでしょ、品質も信頼性もとても相手にならないよというコメントや、日本車だってかつてはバカにされてたんだから将来はわからないよなどといったコメントも見られました。そんな声をご紹介していきましょう。海外の反応。日本には世界で一番信頼できる車がすでにある。しかもそれは日本製だ。それなのにわざわざ中国製の車を買おうと思う日本人がいるかね。僕はデザインはなかなか素敵だと思う。時代も変われば変わるもんだね。自動車業界で中国メーカーが日本市場に参入するなんて。大陸仕様って感じで大きすぎるんじゃないかな。日本の道路事情には合っていない気がする。日本人の品質要求レベルを満たしてるんだろうか。そこがポイントだね。日本人の要求レベルを満たしてたとしても日本人は買わないね。日本の街は日本車ばっかりさ。それにはちゃんとした理由があるのさ。日本にはお金持ちの中国人が結構住んでるから、その人たちが最初の顧客かもね。日本には国産の優れた車があるのに、日本人がわざわざ中国から車を買うかな。どこの自動車を買うかは人それぞれ自由だよね。日本人には個人の自由が保障されてるんだから。中国のこのブランドがどんなのかわかんないけど、僕はもう日本車以外に魅力を感じないな。なんといっても日本車の品質と耐久性はすごいよ。40年以上ちゃんと動くからね。その点で中国メーカーは相当劣ってるんじゃないの。日本市場が先なんだ、アメリカじゃなくて。フィリピンじゃ全然成功していないよ。僕だって中国車と日本車だったらやっぱり日本車を買うもの。かれこれ30年以上にわたって5台の日本車を乗り継いできた。トヨタ、スズキにマツダを3台、どれもいい車だった。今はマツダに乗っていてとても満足してる。次に買うとしたらやっぱり間違いなく日本車だね。その時には日本車にも EV が増えてるかな。自動車の品質と信頼性ではトヨタとホンダが世界のトップ。心配ご無用。何たって日本人は日本車に全幅の信頼を置いてるから。僕にとってはトヨタこそ自動車のトップだ。自動車業界にとって日本車はもはやマイスターみたいなもんでしょう。日本車こそ世界の頂点だよ。僕にとってはホンダこそ世界のトップ。ホンダがあればそれでいい。私だったら間違いなくトヨタを買います。率直に言って相手にならんでしょう。将来買い替える時の中古価格だって日本車の方が間違いなく高価格。僕個人としてはマツダが一番好きだけど、日本車ならどのメーカーを選んでも間違いないよね。僕は今日産に乗ってるけど、買ってよかったって本当にそう思う。その昔、世界に出たばっかりの時の日本車は嘲笑の的だったって話を聞いたことがある。それが今じゃ世界の先頭を走ってるんだから、中国車の進出も侮らない方がいいかもね。日本車がアメリカへ進出した時はちょうどオイルショックの時で、燃費の良し悪しが重要だったんだ。そんな中で日本車はアメ車よりも燃費が良くて、品質も高くて、それでいて安かった。要するに日本車はアメリカのメーカーが穴を開けてるマーケットをうまく埋めたんだ。中国車が日本で成功するにはそういうポイントがあるかどうかにかかってるよね。
値段が同じだったら僕なら間違いなくレクサスを買うけどな。日本車だって世界に打って出た時は誰も相手にしなかった。でも気がついたら快進撃が始まってたんだ。中国車だってこの先どうなるかわからないよ。一旦快進撃が始まったらもう止まらないと思うよ。頭から否定するのもどうかと思うよ。今後の推移を見守ろうじゃないの。同感。勝ち負けはとりあえず置いといて、とりあえず競争できる環境があるってのはいいことなんだから。中国の自動車メーカーの日本進出、電気製品やパソコンなどは日本のメーカー品でもよく見るとメイドインチャイナと書いてあったりして、中国製は見慣れたものになっていますが、ついに自動車も上陸してきました。ショールームのオープニングセレモニーも中国独特の演出があったようです。日本人にもお金持ちが増えてきましたから、需要があるのでしょうか。日本の高級車市場では欧米メーカーが確固とした地位を築いていますから、戦う相手は日本車だけではありません。また日本の道路事情に適したコンパクトカーのラインナップがなく、メルセデス・ベンツが販売を拡大した時のような後継機でもない上に、ブランドイメージもまだ確立されていません。なかなかの苦戦が予想されますが、中国パワーで突破するのでしょうか。今後の展開が楽しみです。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんのご意見やご感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。